NHK 紅白歌合戦第71回 NHK 紅白歌合戦第71回 NHK 紅白歌合戦は2020年12月31日19時30分から23時45分まで放送された通算71回目の NHK 紅白歌合戦日付はいずれも2020年今回は感染症対策として NHK ホールに加えて NHK 放送センター内の CT-101、スタジオとオーケストラスタジオの3カ所で放送。ホール内にあったゲスト審査員席とラジオ中継席も別室に移され、ホール2階客席には第67回以来4年ぶりにルーフステージが設けられた。なお、翌年から NHK ホールは改修工事が始まるため、次回の第72回は、 東京国際フォーラムで開催される予定となっている。今回は無観客開催のため、ゲスト審査員、視聴者審査員の得票数で競われた。総合結果は赤組が第67回以来4年ぶりの優勝となった。得票数では赤組が白組の約2倍に及んだ。例年はゲスト審査員の代表者が優勝旗を授与しているが、 今回は内村から二階堂へ優勝旗が授与された。和、初出場、和帰り咲き、和、特別企画赤組取り及び大取りに5回出場達成の、MISIA、白組取りにこの年、デビュー30周年を迎えた福山雅春と、共に、長崎県出身歌手が取りに起用された。前者は2年連続の赤組取りかつ初の大取り、後者は初取り。 各種メディアが挙げていた鳥の候補は以下の通りである。結果としてはミーシャが赤組鳥及び大鳥を務めたが、ミーシャが怪我の影響によりもし出場できない場合には、石川さゆり、坂本冬美、乃木坂46が鳥を務める可能性があったとの報道もあった。ここ2年白組鳥及び大鳥を務め、同日をもって活動休止とし、活動休止前最後コンサート、 ディスイズ嵐ライブ2020.1231の会場から中継出演する嵐は25番目に歌唱。嵐の順番をめぐり、終盤歌唱はするものの、鳥を務めることはなく、22時代後半から23時代の間で調整をしていると報道されていた。嵐の中継出演の発表前には当初嵐が白組鳥及び大鳥を務める予定だったとの報道もあった。 今回は無観客開催という事情も踏まえ、総合テレビ BS4KBS8K の視聴者投票に重きを置いた形式となっている。視聴開始で1票獲得、その後5分連続視聴を10回達成するごとに1票ずつ増える。得た票は、全体戦終了後に番組連動データ放送を通して投票するが、赤組3票、白組2票のように紅白に分割して投じることは、 できず、赤組と白組のいずれかに得た、票のすべてが投票される形となった。ゲスト審査員も同様に投票を行った。ビデオリサーチによると、平均視聴率は前半が34.2%、後半が40.3%で、第69回以来2年ぶりに40%を上回った。二階堂がヒロインを演じた、エールの舞台である、 福島地区では後半で51.0%を記録した。今回から個人視聴率についても発表され、前半が25.0%、後半が29.6%、平均視聴人数は3494.7万人だった。これについては、新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛が影響したと報じられている。 瞬間最高視聴率は21時52分。嵐がハピネスを披露しているシーンで世帯47.2%、個人35.5%だった。ありがとうございます。